といい意味といい急に改まっていつもはもっと適当に入ってくるだろう。合宿だから。そう、今日は合宿だからいつもとは違うんだよ。だから声がでか。まあ気が抜けてるよりはいいか。気を使わなくていいから。さっさと始めよう。蔵開けるぞ。鍵は持ってきてるよな、責任者。うん、確かここに。あれ、え、違う、こっちのポケットだ。あったあった、よかった。よかった、ドキッとした。なくしたら二度と貸さないからな。さてと、まずは歌詞から始めよっか。各自アイディアがあったら出す感じ。はいはーい、商店街のお祭りなんだから商店街のことを入れようよ。ん、かすみにしてはまともな意見だな。歌詞にするってどういう風に？北沢精肉店のからっけサクサクホクホク美味しいよ、一個税込み86円。それじゃあただの CM だよ。うん、やっぱダメ。私は嫌いじゃないけど、いや、やっぱなしだなし。区役所のあいつのバカにした顔が目に浮かぶ。もっと真面目なやつじゃないとダメだ。真面目な話題、真面目なテーマ。愛、愛、人類愛。大きい。コロッケから人類愛ってすごい飛躍。私たち人類愛は難しいかも。チョココロネのことならわかるけど。確かに愛は難しい。なんだか漠然としちゃうしね。もうちょっと身近な話の方が嬉しいな。私も身近でお祭りを盛り上げる曲。できそう？まだ。曲はちょっとできた。ごめんね、かすみちゃん。途中から曲の方ばっかりで、あんまり歌詞のアイディア出せなくて。頭突き合わせてただうなってるよかマシだろう。それよりそろそろ夕飯の支度しないとご飯抜きになるぞ。あ、ご飯みんなで作るんだよね。当然、ばあちゃんに6人分なんて作らせられるかってのは。キッチン使っていいけど、綺麗にな。はーい。みんなと作るご飯、楽しみ。いただきます。うん、おいしい。ただのカレーでも、みんなで作ったって思うと、いつもとちょっと違う気がするね。アリサが切った野菜、全部綺麗な四角でサイコロみたい。単にあんま形ガタガタだと気持ち悪いだけ。っていうか、おい、このでっかいジャガイモ、カスミだろ。あ、アリサ、おー、あったり。あたりって、いいのかよ、そんなのんきに構えてて。歌詞もできてないのに。もう日が沈むぞ。え、矢のごとし。それそれ、楽しいからじゃないかな。楽しい時間は早く過ぎていっちゃうものでしょ。そうだね。あ、
校だけじゃなくて、みんなと会ってからずっと毎日があっという間だよ。流れ星が流れてくみたいに。私も同じかな。練習が終わるとき時々思うの。みんなとの時間がもっと続けばいいのになって。うん、大事にしたいよね、この時間。こんなに気の合う仲間が集まるなんてさ、きっとすごくラッキーなことだから。私も誘ってもらえてよかった。家庭科で一緒に残されてよかったよね、おたえ。怪我の巧妙だね。アリサは？私は別に、まあそのなんだ、退屈はしないよな。少なくともこのメンバーでいると。あっ、かすみどうしたの？歌、これを歌にすればいいんだよ。大好きなみんなと一緒にいられて嬉しい。もっと一緒にいたいよっていう歌。お祭りに集まったみんな